皆さんこんばんは。今日は神宮球場で行われましたヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦をお伝えします。3戦目になりますね。初戦はですね5対4タイガースサヨナラ負けというね、勝てそうなゲームを勝てなかった。そして、昨日のゲームはですね5回降雨コールド4対0で負けたというね、今最下位のヤクルトに対して2連敗、これはちょっと痛いなと、そういう連敗だったんですけれども、今日は何としても勝ちたい、そういうゲームになりましたね。今日の先発はですねスワローズは吉村ですね。15ゲーム投げて5勝5敗、防御率 3.13、今年に限ってはですね平均的な数字と言っていいと思います。そして、タイガースの方はビーズリー8ゲーム投げて5勝1敗、防御率 1.68、 非常に安定してますね。ホークス戦でちょっとね、点数取られましたけれども、それ以外のゲームはですねほとんどだいたい0点1点2点、このあたりで、ゲームを作ってるという安定感、今日も安定したピッチングを見せてくれました。そのゲーム振り返っていきましょう。はい、このようになりました。2回スワローズがまず1点先制するわけですけれども、4回に2点で逆転、そして5回に4点取って、ゲームの体勢を決めたかなという感じになりましたね。その後ヤクルトスワローズのですねリリーフ陣にタイガース打線4イニング全くヒットが出ず、ランナー1人も出ないというね4イニングがありましたけれども、やっぱ4回5回で取ったこの6点、これが効きましたね。8回に2点、失点はしますけれども6対3で勝つと、そういうゲームになります。このゲームをもう少し詳しく振り返っていきます。まずスワローズの2回の1点、ここはですね先頭村上やはり警戒しましたね。フォアボールからですね、そしてオスナは三振、太田はレフトファウルフライで2アウトまで来たんですけれども、山田ちょっと触れてきましたねバットね、レフト前にヒット1・2塁、そして8番に入ってますキャッチャーの松本センターに綺麗にタイムリーヒット、1点スワローズが先制したという2回でした。そして、タイガースの方はですね4回の表です。先頭打者の森下、初回にもヒットを打ってたんですが、この打席もですね、ワンワンからカーブ狙いすましたような感じでタイミングバッチリでですね、レフトポール際に、同点ソロですね、2年連続の2桁ホームランとなります10号ソロということになりました。そして、4番の佐藤がフォアボール、その後大山の時にですね、ヒットエンドランという形になりましたね。これで、サードゴロだったんですけれども、この時に一塁走者の佐藤がいい走塁をしましたね。この、スタートを切っておりました。 そして、サードの一塁送球を見ながら、三塁を陥れた、この走塁は非常に効きましたね。ワンアウト三塁というね、次のバッターにとってはですね外野フライでも1点入る、そういう気持ちで打席に立てますので、ランナー2塁かランナー3塁か、ここは非常に大きなところだったんですが、佐藤輝明素晴らしい走塁で、3塁まで行きました。そして、6番の前川追い込まれはしましたけれども、得意のですね、追い込まれた後の軽打ですね、これはもう前川の1000倍特許というような形になりましたけれども、外のフォークだったと思います。これをレフト方向にタイムリーですね。4回に2点を取って、逆転したということになりました。そして、スワローズの方は4回の裏三者凡退ですね、大山のファインプレーが出ましたね、一つね、それもありました。そして5回もフォアボールで先頭出たんですが、後続がきっちり抑えられた。そして6回、この辺の先発ピッチャー苦しいところなんですけれども、2番3番4番、長岡サンタナ村上、長岡をショートフライ、そしてサンタナをショートライナー、村上を空振りの三振と三者凡退でしのぎました。その間にですね5回の表タイガースが、これゲームを決めるような得点をしますね。梅野ピッチャーゴロでワンアウトの後のビーズリー、これ3ボールから2つストライクは入ったんですが、結局フォアボールです。これはもう吉村ピッチャーにフォアボール痛いなっていうところでしたよね。そして、近本がピッチャー強襲のヒット、1・2塁です。
その後の中野もですね、フルカウントから粘って、フォアボールを取りましたね。これで満塁。さあそこでまた3番の森下ということになったんですが、ここでも森下、ワンボールツーストライクからアウトローのスライダーですね、これをレフト方向にタイムリーヒット、これが2点タイムリーになりますね。4対1。その後の佐藤輝明がセンターへまたタイムリー、そして5番の大山がレフトへタイムリー、この3、4、5、3者連続のタイムリーヒットで一気にこの回に4点取った、6対1にしたというね、このクリーンナップのヒットは鮮やかでしたね。はい、やはり打線が今日も6点取りました。僕が期待している4点以上、これをですね、オールスター以後は全部の試合でですねクリアしておりますので、この辺はさすがだなっていう感じ、今の打線はやっぱり触れてるな、そういうものを感じます。ビーズリーは結局7回まで投げました。89球、球数も少なかったですね、守り時間も短かったです。4安打6奪三振2四球1失点と、もう言うことない、ピッチング内容だったと思います。そして8回の頭から桐敷が行ったんですが、今日の桐敷は、ちょっと内容が良くなかったですね。8月4日以来ということですから、中3日空いてるんで、まあ、疲れはなかったと思うんですけれども、ボールのキレが今日はなかったですね。先頭の西川にレフト前のヒット、そして、岩田で1つアウトは取りましたけれども、2番長岡にフォアボール、やっぱりフォアボールはいただけませんね、これだけの点差の中でね。1、2塁、そしてサンタナにライト前にヒット、満塁となって村上、ワンボールからインサイド寄りのまっすぐでしたけれども、やや詰まり気味のレフト前のヒット、2点タイムリーと。その後のオスナのワンワンからのアウトコースのスライダー、これはですね、もうセンターへ抜けようかっていうような打球でした。ここでもし抜けてたらこのゲームはちょっと分からなかったんですが、この場面でセカンドの中のファインプレーですね。4-6-3のダブルプレー、相手からしたらもうヒットになるかな、どうかなっていうところをですね、終わってみたらダブルプレー、この回は終わっちゃったというね、このワンプレー非常に大きかったと思います。そして9回の裏、ここはですね、岩崎が行きました。前回やられておりますので、早くその悪いイメージを払拭したい、そういう気持ち、ベンチもあったと思いますね。岩崎が出てきて、先頭打者内山にですね、センター前のヒット、なんかまた嫌な感じがしましたね。そして、増田のライトフライでワンアウトを取れて、ちょっとホッとしたかなっていうところでしたね。その後また代打の北村が出てきたんですが、ここで、ファーストゴロ、これも大山の動きがシャープでした。3-6-1-A ということでダブルプレーが完成して、9回3人で終わった。終わってみたら6対3でタイガースが一矢報いたと。勝ちがビーズリーです。6勝1敗、非常に安定してますね。ビーズリーの球にはですね、やっぱり力があるな。外国人バッターでもですね、やっぱり打ちあぐねてる、そのボールの勢いはですね、さすがだなというものを感じました。そして負けが吉村、やっぱりちょっと内容は良くなかったですね。連打を食らいました。大事なところでのフォアボールもね、痛かったと思います。そして西武が岩崎、17個目の西武がつきました。ホームランは森下に10号ソロ、2年連続2桁ホームランということになってます。ということで今日の MVP はやはり森下で決まりだと思いますね。森下翔太選手、まず同点のホームラン、そして5回にも2点タイムリー、これ大きかったと思いますね。もうビーズリーからするとですね、2対1から一気にこの5回で6対1になった。もうピッチングが非常に楽になったと思いますね。こうやって点を取ってくれると先発ピッチャー、リリーフもそうですけれども投手陣が非常に楽になる。そうすると、連戦が続いてもですね、いいパフォーマンスができるというものにつながっていくということになるんだと思います。小泉でした。おとついのゲームはですね、タイガースは4併殺なんかがありました。そして昨日のゲームではですね、佐藤輝明が2つ連続のエラーがあったということで、あんまりいいところがなかったんですが、今日のゲームはですね、やっぱりタイガースいいところいろいろ見せてくれましたね。クリーンナップの3人連続のタイムリーヒットとかですね、あと好走塁もありました。そしてファインプレー、これもありましたね。大山、中野、
この辺りのプレーなんていうのはですね、やっぱり大きなプレーだったと思います。こういう締まったゲームをね、今日は見せてくれました。今日は巨人と広島の戦いをですね、巨人が勝ちましたので、1位広島と2位巨人のゲーム差が1、そして2位巨人と3位タイガースのゲーム差も1ということで、まあ、2ゲーム差の中に3チームがいるということになります。明日からはですね、カープを京セラドーム大阪に迎えて、3連戦ということになりますね。タイガースの先発はですね、村上です。そしてカープの方は森、カープの方はですね、森翔平投手、今ちょっと見たんですけれども、今シーズン、初登板ということになりますね。この状況の中で、森投手初登板、まあ、明日の見どころはですね、やっぱこの森投手がどういうピッチングするか、これが一番の見どころと言ってもいいと思いますね。まあ、村上はそれなりのゲームを作ってくれると思いますので、あと打線もこうやって、毎試合4点以上の得点をしてくれているということで、そのあたりはそこまで心配しておりませんけれども、この森投手、この時点で森投手を持ってくるっていうところは、カープもやっぱりちょっとこう先発の台所事情かなりちょっと厳しいのかな、まあ、谷間というゲームになるんだと思いますね。まあ、大体こう谷間のゲームで投げるっていうのは大体ビジターの時に行くことが多いんですね。やっぱり地元でやる時にはやはり、勝てそうなピッチャーを投げさせたい、どうかわからないっていうようなピッチャーを投げさせる時にはビジターということが多いんですよね。で、まあ、今ファームの成績もちょっと見たんですが、防御率が 2.63 ですね。3勝6敗ですということは、そこまで抜群な成績ではないんですが、やはりこれはもうピッチャー陣の台所事情で一回投げさせようかということだと思いますね。ということはタイガースなんとか、まあ、初物ですけれども、やはりまた4点以上の得点は取ってもらいたいなと思います。今日のゲームは阪神タイガースがヤクルトスワローズに6-3、ビーズリーの好投、そしてクリーンナップ、そして前川も打ちました。この4人でですね、6打点を稼いだというゲームになりました。以上です。